こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は4月7日金曜日です。今回は大洲市議会3月定例会の私の質問を振り返るシリーズの第3回です。今回はふるさと納税の推進についてです。単なる特産品競争に陥らないふるさと納税のあり方について、旅先納税、機内納税といった具体的な提案を行っております。では市議会でのやり取りを見てください。どうぞ。次にふるさと納税の推進について、旅先納税、機内納税等についてお尋ねをします。現状のふるさと納税について、非常に定着した制度ではありますが、全国の市町村が返礼品競争をする中、納税というよりカタログギフトのようになっておるのが実態です。特産品ゲットのためだけに納税先を選ぶということでは、本来の制度の趣旨から外れている感もなきにしもあらずです。そうした中、ふるさと納税制度を活用した新たな事例として注目されているのが旅先納税であります。旅先納税とは、旅行や出張で訪れる自治体に寄付し、返礼品としてその自治体発行のデジタルクーポンをもらって、スマホを使い旅先で使用するという仕組みであります。すでにこの取り組みをしている自治体も全国では数多くございます。またデジタルクーポンの活用については、今全国旅行支援キャンペーンの中で愛媛県内では愛媛ぐりみきゃん旅割というデジタルクーポン、すでに使用されております。市内でもね、あちこちにポスター貼っておるので見たことある方も多いと思います。現在大洲市内では85店舗が参考しています。店舗側は QR コードを掲示するだけですので、使用に対するハードルも下がっておるのではないでしょうか。また大洲市においては、観光旅行のターゲットを富裕層や、客単価の高い方々を非常に意識しております。富裕層ほどふるさと納税金額が高くなりますから、市の観光戦略上においても、このデジタルクーポンを活用した旅先納税の活用は有効であると考えております。また飛行機の中で納税できる機内ふるさと納税というのも始まっております。単なる特産品競争となってしまったふるさと納税では、いずれ限界が来ると思います。将来を見据えますと、今後はチャンネルの多様化が大切であると考えます。そうした中、この旅先納税や機内納税等の導入に向けた調査研究を行っていくべきではないでしょうか。李社の見解をお聞かせください。これより答弁を求めます。久保総合政策部長。中野議員ご質問のふるさと納税の推進についてお答えをいたします。まず、旅先納税は旅行や出張で訪れた自治体にスマートフォンから専用サイトを通してふるさと納税を行うと、電子商品券が即時付与され、寄付自治体内の加盟店で利用ができるものです。また、機内ふるさと納税とは、航空機の機内にてスマートフォンやタブレット端末から専用サイトを通じてふるさと納税ができるという、それぞれふるさと納税の新しい形であり、すでに導入または実証実験を行っている自治体があることは認識をしております。議員ご指摘のとおり、現在のふるさと納税は特産品などの返礼品を受け取ることが目的になりがちで、農産物などの第一次産業で特色のある自治体に人気が集中する傾向にあるようです。このような中、旅先納税は返礼品に左右されず、直接的な来訪によること消費であると同時に、電子商品券が市内で消費される仕組みによる経済効果が期待できるものと考えております。さらに、県内で実施されている愛媛ぐりみきゃん旅割では、令和5年2月28日時点で市内の85店舗が電子クーポン参加店舗として登録されていることから、この旅先納税にかかる電子商品券を導入しやすい環境にあると考えています。旅先でこのふるさと納税を通した電子商品券などの取り組みについては、この旅先納税のほかにもさまざまな事業者が運営する寄付受付サイトにおいても実施をされているようでございます。その特性や市の観光戦略、店舗側の経営負担、さらには電子商品券の利用に対する国の返礼品
適合基準などを詳細に整理検討する必要があるものと考えておりますので、今後先進事例を参考に調査研究を進めてまいります。また機内ふるさと納税については、現時点で航空会社のピーチアビエーションのみ の運航便のみで実証実験を行っておりまして、旅行に関心のある航空機の利用者へ PR することで寄付額の増加を図るとともに、返礼品を通して本心を知ってもらい、次の旅行先に選んでもらうなど、観光誘客効果に期待できるものであると考えております。しかしながら、ピーチアビエーションの運航便は新型コロナウイルス感染症の影響などにより令和2年3月から大阪松山便線が運休していることから、今後の運航再開の動向や実証実験の結果を踏まえ、さらには他の航空会社の動向を注視しながら調査研究を進めてまいりたいと考えております。以上、お答えいたします。中野博史議員。はい、すみません、答弁ありがとうございます。旅先納税については、デジタルクーポンの活用をすればかなり、幅が広く恩恵が地域に出るんじゃないか、そのように感じております。先ほど答弁でおっしゃったように、一般的なふるさと納税ですと、やはり肉とか米、それから柑橘ですか、そういったものに集中してしまいますが、こういった旅行で使ってもらう形なら幅広くいろんな飲食も含めて広がりますので、ぜひ有効なその地域に経済効果が起こるという点では効果が高いというふうに感じております。その点についてはどういう認識でしょうか。答弁お願いします。久保総合政策部長。はい、ただいまのご質問にお答えさせていただけたらと思います。まずふるさと納税の返礼品につきましてはですね、近年かなり増加しておりまして、今年の2月28日現在で536品目あります。それから体験型の返礼品も導入しながら進めているといったところで、これらの返礼品も生かしながらですね、新たな取り組みについてもますます検討していって、からご寄付を、ふるさと納税をいただく方を増やしていきたいというふうに思っておりますので、今後取り組みを進めていきたいと、検討を進めていきたいと思っております。以上でございます。中野博史議員。はい、大いに期待しております。このようなやり取りでした。私の旅先納税や機内納税といった提案に対して今後調査検討していく、このような答弁でした。調査検討していった結果がどうなっていくのか、今後も私も追跡調査していきたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。